からいきなりベトナムに連れて行かれたピーナッツくん。目的は20年前に廃園となった滋賀県の遊園地琵琶湖タワーにあった観覧車イーゴス。イーゴスは今ベトナムのダナンでサンウィールとして頑張っているらしい。出してイーゴス改めサンウィールに会うことはできるのか。ココピーの24時間ベトナム旅始まり始まり。もう海外な上がり、まだ全然日本愛知県結構もうさ名古屋から乗ってるじゃん。国内線は国際線ってだけで全然違いますね。いや久々に僕、海外行く感じになってますけど、海外出入国のあれもさ自動なってるんですね。そう聞かれない、スキャンしてすごいですか。もう並ばなくてしね、顔でピ行こうかみたいだよね。いやすごい行こうかで海外行こうかってな、ほんとやばいね。これ飛行機で、ね、何時間ですか。5時間と思いきや実際乗ってる時間は4時間。はい、知ってる時差。あ時差、ああ着いたな。一緒やったな。僕はベトナムですか。すごいよ今でもベトナムにいるんだね。なんか自覚ないわ。いやまだね外出てないんで、うん、そうだね。いやもう早速観光行っちゃいますか。全然空港涼しいね。いやもう早くもう外出ていやもうこのハノイですか。ハノイ観光行かないの知ってるだろ、説明しただろもう。ハノイに乗り換えだよ。乗り継ぎ便です。次ダナンに行くんで。ハノイに琵琶湖タワーの観覧車はありません。あダナンどこですか。ダナンもう説明したろさっき。いやハノイでいいだろもう。こっちはもうハノイに言うわな、琵琶湖タワー見に行くだけだって。なんで琵琶湖タワーイーゴス見に行くだけなんですか。イーゴスじゃあこっからまた飛行機ですか。そうです。乗り換えましょう。乗り継ぎ頑張りましょう。乗り継ぎちょっと頑張ろう。はい、すごい。そうお出迎えがすごいよ。すごいみんな花束持ったりしてすごいよ、すごい、ね、愛だね。ベトナムってうちらポンポコピーナッツって言って迎えてくれてるのかと思ったら一緒。いや本当だよ。わーすごいすごいすごい。来ましたねこれ。おー暑い。そうでもない。いやまだ熱波がすごい。サウナみたいじゃん。冷やつってずっと嬉しいんじゃない。じゃあいや水風呂がねえんだよ。すごーい。あーオッケー。あーノーノーソーリー。あー違う、バス乗るんだよ。すごいタクシー声かけられるね。タクシー声かけられる。この横断歩道を渡る。すごいやっぱリサーチしただけあるな。そうだった。そうベトナムの車は待ってくんないんだって。おいおい。そうだから分かりづらいですけど、ここの横断歩道を向こうまで渡らず間を右行く、細い道を渡る。なるほど。ここで待つと乗り換えで国内線の空港に行けるらしい。なんとスムーズ。想像以上にスムーズ行く方だな。いや本当ですよ。死ぬほど動画ダウンロードしたから。あーすごい。もう今 3,4 時間ずっとこの YouTube 界のベトナム動画多分全部見たんじゃないかと。何ベトナム全員インプットしてんだよ。はい、こちら国内線の空港着きました。乗り換えか。10分ぐらいだったね。そうですね。そうだよ、ちょっと時間あるよ。想像以上にスムーズだから、まあ一旦でも中入ってるの安心だよね。1時間ぐらいですよね、あと。そうそうそう。めっちゃベトナム地かわいいね、いっぱい点ついてて。乗り換え。なんかベトナム語でさ、撮ったからさ、はい、翻訳聞き込んじゃってて、チケットサイトが、はい、本当になぜかビジネスクラスになってた。ずっとエコノミーの集団の中にいたけど。そう、あんなビジネスクラスだからここに選ばなくていいよって言われたの。これがベトナムの街並み。すごいな。クラクションの数多いけどクラクションの音がちっちゃいよね。デフォでクラクション鳴らすみたいな。そうそうそう、デフォクラクション。あれですね、ニューヨークぐらいのクラクションの数。そうそう、なニューヨーク行った経験あるん。ないよ。ないんかい。すごい、どういう何基準で喋ったよ。ないですよ。いやでもやっぱ、異国とはいえこの声出すの結構
しなかったけどね結構、うん、ちょっと遠慮しちゃうわ。遠慮してる今。ドーン、うわー、ダナン到着しました。すごい、向こうの方までずっとビーチが広がってて、ね、ずっと果てしなく続いてるよビーチが。めっちゃ人いるんだけど。やば、これがバカンス。世界各国から来てる感じがするぜ。もうここで3日ぐらいを入れるな。いやつくん、そうか、なんか海好きだもんね。僕水好きですから。なんか潜ったりしてるもんね。ポンポは海ではあんま遊ばないタイプのタヌキなんでね。泳げないタヌキなので。マジ海外来たな。見て見て。めっちゃ海外よ。あー。すごい。というわけでこの後それぞれ荷物を置きにチェックインをしてダナンを観光しつつ、はい、琵琶湖タワーにあったあの、いいって琵琶湖タワーもいいだろこれ見れたら。いやダメだろ、そのために来たんだから。ほんとはるばる乗り換えまでして、海を目の前にして琵琶湖タワーにあったイーゴスならぬ今はサンウィールとなった観覧車を見に行こうと思います。なんだ、 なんてダナンモコピしとくか。ダナンモコピ。うん、はい、ピーナツくん。おい、ダナンでモコピしてるやつ世界初だろ。間違いないわ、行ったれ。この海に勝てんのかい。世界初ダナンモコピ。いけ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 、頑張れ、足遅、頑張れ頑張れ。どう、水冷たい。見てなかった。さあ、なんでお前がびちょびちょになってんだ。ダナンモコピ、いいぞ。じゃーん、本日ポンポコが泊まるホテルはこちらです。めちゃ可愛いんですけど、リビエって読むのか分かんないけど、リビエ、リビエ、このナチュラルな感じのプランツな感じの、なんかわいいおしゃれなんですけど、チェックインしていきます。すごっ、フロントに鯉がいるわ。じゃん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 、かわいい、 YouTube で見てね、かわいいと思ってここにしました。予約したのは、さっきです。何？なんだこのまるでマーメイドのような壁。鏡がおしゃれだ。コンセントも変換器いらなそうなオーラだぞ。とってもかわいいの。バスルームイズおしゃれファッショナブル。トイレもウォーター式、いいですね。シャワーがかわいい。なんとシャンプーはパンテン。海外で日本ポイントを見つけると嬉しい。タイルかわいい。タイル好きなんだよね。昔のも何でも、海外のもタイル好きだわ。お部屋はこちら。いいです。こちらお値段なんと5000円です。こんなゴージャスな天井も可愛い、天井も可愛いですよ、天井も可愛いですよ。ベトナム本当にね物価安いらしくてね、ちょっと今から楽しみです。本当になんとこちらのお部屋ルーフトップ、ベランダついてるんですわ。イエーイ、超暑い超暑いですねこれ。ここ使わないかもしれない、超暑い、夜は涼しいかな。このヤシの木完全にバカンス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 。今夜私が泊まるのはお前の魂です。いいえ違います、クワカーサスイートホテルっていう、こう見てください、もうなんかもうすごいね。ちゃんとチェックインできるかな。 Yeah, I want to check in. So I can see your booking. 部屋に案内していただきました、こちらです。じゃーん、わー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 、ここにあるその食べ物フリーで食べていいんだって。うわーすごい、見て見て、うわーでっかいベッド、やったー。そしておいおいおい、なんだこのガラス張りの、ちょっと、あ、シャワー室、そしてトイレ、こんなの筒抜けじゃん、筒抜けじゃん。6000円のホテルとは思えないですよね。ここなんとプールがあるんですよ。マジかと、ちょっとそれは行ってみたい、ぜひとも。ちょっと驚きが、ちょっとここ見てください、この飲み物たち飲んでいいんだって、やったー、無料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 。すごい、レッドブルのなんかベトナムバージョンですかね。ちょっと飲んでみよう、おいしい。炭酸が弱めで、本当エナジードリンクのエナジーだけを取り出した、これこそまさにエナジー。あー元気出るわ、ちょっとこの後もガンガン日程こなしていこう。わお
テルについてるプールです。すげえな、あっち海だよ。すげえな。うわ、後で入ろう。ありがとうございます。最高じゃん。今からちょっと一旦あのイーゴスやっぱ綺麗な状態で見たいから、はい、イーゴスじゃないね、今はもうサンウィールね、はい、サンウィール綺麗な状態で見たいからちょっとライトアップ待ちたいんで、はい、ちょっと時間潰しましょう。いや、そのカラオケ、カラオケだ。イーゴスの、うん、ベスト知らないから、うん、ベストな状態で見たいじゃん。パッと見たらいいよね。いや乗りたいし、ちゃんと。まあ、またグラブタクシーで移動しますけど便利だね、はい、いや便利ですね。ビーチが近いから観光客も多いね。結構安心だよね、見てめちゃくちゃ多くて釣りだけは気をつけよう。いや、ちょっと両替してきまして、はい、2人で1万5000円ずつで3万円、はい、3万円なんと490万になりました。まあどんな490万ドン、ね、まるで増えたね。バグるわ。物価で全然安いらしいですから ね、タクシーもさっきからそう結構空港から600円とかでしょ。600円とかさっきのビーチあたりから、はい、その中心地まで300円とかだったよね。感覚わかんなくなってるくるね。わかんなくなってる。でも表記はさ、ドンだからめっちゃ金っかけの気分になる。数字高いんですよ。万全の状態でイーゴス見に行くために腹ごしらえしましょう。フォーフォー。あー、確かにベトナムといえばフォーだね。やばい、僕フォーマジで好きなの。あー、ここのフォーが一番うまいらしいんで、そうなんですか。調べたら渡るよ。渡るの青だよ。行きましょう。こっちが青だろうとだな。6万ドンってことは6万ドンってことは300円ぐらい。300円、安い。僕フォーにするわ。僕もフォークを。Thank you。すごい、サラダかな。パクチー。いや、なんか乗せ放題なんじゃないこれ。ねえ、もやしやばいよ、超いい匂いする。無限もやしの香り。無限もやし、やば。美味しそう、いただきます。うまそう、いただきます。300円でこんな肉入ってんだね。本当ですよ。まずはノーマル。ノーマルで、何もせずに。あ、うまい。嘘。うまい。うまい。めっちゃうまい。うまい、美味しい。これは美味しい。うまい、全然違う。やばい。拍手です、これは。フォー好きとしてはこれが本場ですか。柔らけ麺。癖な、マジで癖ないね。柔らけ手打ち。もやし入れてみます。わかんないけど、うーん、うまい。うーん、うん、うん、うん、合う合う。ライムかぶりつくやつやるわ。これテキーラの時だけだよ。じゃあしぼんだ、普通に。そうだと思いますよ。爆はずいやん。普通に食えんのか、これも。さ、ライムめっちゃ合うわ。このスパイス入れてみます、僕。いや、ほううまっ。本当に美味しい。美味しい。肉うまいね。肉これ、牛贅沢だな。ね、めっちゃ入っとる。牛肉ですよ、ローストビーフみたい。なんかもっとこっちで食べるとパクチーとかバンバン入って臭くないかと思ったら全く臭ないわ。ね、水いいやん。水じゃなかったわ。お茶は何、お茶かな、ハーブティーかな。お茶だ、お茶。熱っ。え、ハーブティー。ぬるいハーブティー。ぬるいハーブティー、美味しい。ちょっとでもパクチーの味するな、お茶から。うん、なんか日本でパクチー食べるとパクチーだと思うけど、こっちでパクチーっぽい味してもあんま気にならないよな。海外旅行マジ。デフォだからな、パクチーの。ほうほうほう。空港のさ、おしぼりがもうさ、独特なハーブの匂いしてる。パクチー、パクチーおしぼりだったよな。バニラかパクチーかどっちかだった、その間みたいな。バレる、引かれる。いやいや、青信号が重い。次回。ベトナムダナに到着したココピーは、琵琶湖タワーにあった観覧車イーゴスの現在の姿を見ることができるのか、そしてそこにはどんなドラマが待っているのか。一つの観覧車を追い、海を越えたローカルストーリーがついに局面を迎える。イーゴス、聞こえるか。